日吉正和は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属していた元町教師、元騎手。1991年、JRA 競馬学校を第7期生として、卒業して、騎士免許を取得し、立東の湯浅サブロー級者所属でデビュー。同期には4位、広文、藤田慎次らがいる。初騎乗は1991年3月2日。 中京競馬第一競争の共和輝きで13頭立ての10着。初勝利は1991年3月23日の京都競馬第12競争の栄進帝王で挙げた。デビュー15戦目だった。2002年6月9日、中京競馬第5競争の竹田ソウルネバーで、障害初起場初勝利を挙げた。1992年9月6日。 小倉三彩ステークスでデイリープラネットに帰乗し、重症初帰乗。2003年7月20日付で騎手を引退し、岡大直急社の調教助手に転身した。騎手成績は211893章であった。2010年2月に調教師免許試験に合格。3月1日より技術調教師として活動する。2011年3月1日付で調教師として、 新規開業2016年5月8日に、京都競馬場で暴れたた9車の馬に蹴られて、頭部を負傷。命に別状はなかったものの回復が思わしくないことから、9車運営を断念し、10月3日、JRA へ、勇退届を提出、調教師を優退することが発表され、同日20日付で、9車は解散となった。なお、 日吉に代わり同月21日付で、杉山春樹が旧社を改良し、旧、日吉旧社の管理場の大半が引き継がれた。ふとじは、文下生。かっこは、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。